1977年の常豊信号場と、周囲約500メートル750メートル範囲、右が根室方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成常豊信号場は、北海道十勝郡浦幌町技常豊にある、北海道旅客鉄道根室本線の信号場である。 二線を有する単線域違い型の信号場、通標交換で使用していた短いホームが残っている。通標閉塞時代の名残と思われるが、過去に旅客扱いをしたことがないにもかかわらず、プラットホームに駅名標が立っている。駅名標は国鉄時代から設置されており、民営化の際には他の JR 北海道の駅の駅名標と同じ、仕様のものに交換されている。 現在は自動閉塞となっているため、このホームが使われることはない。上下で本線が分かれており、上り本線が一線スルーとなっている。信号の構成上、下り列車も上り、本線に入ることができるようになっているが、通常はそのような扱いはされない。そのため下り列車は必ず信号上の前後で減速することとなる。集落などは存在しない。 北海道駅名の起源、日本国有鉄道北海道総局、札幌市、1973年3月25日、第1版、126ページ。ありがとうございます。